Space Monkeys TV。はい、こんにちは、モンキーズ TV。さあ、今日はですね、タイトルとサムネイルを見てしまうと分かる通り、視聴者様からね、いただき物をいただきました。毎回、こう、謎の箱シリーズなんつってね、どっかどっから何が届いた、ウームから何が届いた、視聴者様からいただきました、なんていうことで、ね、これシリーズやってます。さあ、今回はですね、なんとですね、クリスマスもちょっと早めなんですけど、実はね、今月ね、私、誕生日を控えておりまして、毎年ね、バッスリ君からね、いただいております。ありがとうございます。まあね、バッスリ君のみならず、たくさんの方からね、いろんないただき物をいただいておりまして、本当に感謝、感激でございます。今年も一切年を取ってしまいます。ということでですね、早速開けていきましょう。なんかこういう動作は多いと思いがちな人いるじゃないですか。なんか知んねえけどね、もうね、左のね、肩甲骨の肩の後ろがね、なんか桜木花道がもう終盤になってくると怪我するシーンあるじゃないですか。あんな感じです。いってみましょう、レッツゴー。さあ、それでは誕生日プレゼント、そして少し早めのクリスマスプレゼントいただきましたので、開封していくと思います。開けまーす。オープン。さあ、中身はルアー、各種釣り具、ちょっと気になる箱も入っていますが、まずはお手紙が入っているようです。これ読んでいきましょう。サルさんへ、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今回も誕生日プレゼントとクリスマスプレゼント一緒に送らせていただきました。これからもじゃんじゃん応援しまくるんで、お体に気をつけて頑張ってください。ちなみにジョイクロマグナムカラーはハマチャートです。バイバッスリ君、ありがとうございます。いや、本当に毎年毎年、そしていろんなね、ものをね、いただきまして、ありがとうございます。ね、ハマチャートって、ハマさんっていうのは岐阜県にある釣り具屋さんのね、オリジナルカラーですね。ハマホログラムブルーなんつってね、書いてありますね。ってことでですね、早速中身の方を見ていきたいと思います。さあ、まず一つ目ですね、こちら YG ラボさんの、これはですね、ハニースラッシュナルというね、羽物系のルアーですね。ちょっと開けていってみましょう。こちらが YG ラボさんのナルですね。いいカラーリング、赤と黒ですごいね、視覚的に捉えやすそうだし、このね、キリンのような模様がかっこいいっすよね。で、これですね、いろいろこうチューニング用ネジもついてました。カチカチさせた音についてはこちらをつけてくださいみたいな感じですね。これかなりね、移動距離を抑えたね、ネチネチアクションが可能で、その場でずっと誘い続けてくれる、そんな腫れ物ですね。かっこいい。コレクションに追加します。そして次がこちら、デプスの、カバースキャット 3.5 インチワーム。このね、 3.5 インチのカバースキャットがね、一番手に入らないサイズなんですよ。で、カラーがワカサギってところで、まあ、自分よくね、ワカサギのね、いるフィールドに行くのでね、ほんとこれはいいんじゃないかと思います。つくいこなんかのね、バックウォーターのおかっぱり春先なんかやったらやばそうっすね。ありがとうございます、貴重なものを。そして次がハードベイト2つ目、3つ目、4つにめっちゃでかいの入ってます。これ見ていきましょう。さあ、こちら邪道から出ています、アトール M キャンニーソルトクルクルというやつですね。これはシーバス用ですかね。ソルトね、最近行ってますんでね。おお、いや、バスにもこれは良さそうですね。使えそうですね。さあ、こちらがバレーヒル邪道から出ていますアトール M キャンディーソルト。これね、相当ね、初期とか昔のやつじゃないかな。めちゃくちゃ釣れて邪道だなんていう風に言われたシーバス系のルアー。次がこちら、フロックプロダクツのトップルアーだね。さあ、フロックプロダクツといったら、こういうドロドロとしたね、カラーリングデザインがね、こう、特徴ですね。これ大好きっすね。ただね、実は言うと、俺、このフロックプロダクツのルアーも大好きで、コレクションとしてね、もうこのままで保存しちゃうんですよ、結構。ちょっとね、こっち見てもらうとわかるんですけど、ここにもあるんですよね、ドロドロデザインの羽物。そして、このでかいやばいやつ。これもね、バッスリ君から頂いたやつです。ということでですね、これはもうコレクションとして、ここに。飾らせていただきます。いいですね。いや、使いたいんだけど使えないよね。続いてはこちら、ジョイテッドクロマグナムハマホログラムブルーカラー、もう限定カラーですね。ありがとうございます。自分はですね、ビッグウェットドリームで今ジョイクロ70を釣りました。128、148で178系、そしてマグナムと、それがこのサイズになります。で、そして最後に尺はあるんですけど、これはね、もう実践で使わせてもらおうと思います。マグナムですね。ちょっと開けていきましょうか。これはさあ、マグナムサイズのハマーホログラムブルー。かっこいい。あ、めちゃくちゃ見やすい。これは超捉えやすいっすね。で、これですよ。ブルーカラーです。俺、こういうね、こう、宇宙を彷彿させるようなブルー、こう、紫。こういう色も大好きなんですよね。
これね多分水面に入るとねこうもっとねギラついて、で多分シルエットはもっとね透明度が割とあるから小さくなるんじゃないかなと思います。超実践カラーで、お腹はシルバーで、ここオレンジ色になっててね、いやこれはね間違いなく即戦力ですよ。マグナム領域になったら間違いなく使っていこうと思います。もうこれすごいね、もうこれサムネイルでいいんじゃないかな、こんな感じで。ということでですね、最後なんですが、これほんとね自分のね動画スペモンをずっとね見ている人だったらね、自分がねこのリールが一番やばいっていう風に言ってたもの、それが入っていました。もうね行きましょうか。メタニウム FG7 ですね。このリールは島の中でも俺がもう本当に大好きなリールなんですよつってずっと言い続けてきたリールです。年代で言うと2006、7、8年くらいなのかな、もうそのぐらい古いやつ。あれちょっと待って、すげえ綺麗なんだけど、うわこのね、このまとまり感やばくないですか。中ねこれ金ですね。でこのねなんとも丸みのあるこのノブ、このクラッチのねこの可愛らしいじゃないですか、ポチッとなってね。でこれ上に上げてもねカタカタするの。この世代はまだ、ね、こういうのが多かったんですよ。本当はこれ上げるとカチッって戻るんですけど、これ戻んない。俺はいつもこうやってカチ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 して遊んでたんですよ。で、ここですよね。ここをですね、カチッってやると、パカーン！出ました。この世代の SVS スーパーシェップって感じですね。ここをね、こうくるくる回したりもできて取れるんですけどね。このね、なんともこのブレーキシュー。このね、内部の構造が、まさにね、もうモンスターマシーンって感じなんですよね。これがね、もう、見てるだけで惚れ惚れする。わかるでしょみんな。俺の言ってること。このブレーキシューを全部まずオンにして、そしてこれに糸を巻いて、ルアーをね、こうやって投げてくるんですよ。で、自分のちょうどいいね、これだとまだブレーキ強くてまだ飛ぶなーっつってね、ブレーキシューを1個下げて。で、また投げて。あ、まだいけんなっつって、こうやって合わせてくるんですよね。でね、俺のね、言ってることがね、本当にね、こう、これいいでしょわかるでしょっていう風に思って、ピンときて、わかるわーって思った人はね、もうね、釣りバカ、本当に釣りバカですよっていうことでですね、いいものをいただきました。で、もう一つこちら、このロット、これはね、いただき物じゃないんですけど、キラーズ00グランドトリックがね、戻ってきました。骨折しましてね、修理出してね、ようやく戻ってきました。でね、これ乗っけるじゃないですか、ガンクラフトキラーズ00グランドトリック劇ちゃんシグネチャーモデルと、このメタニウム MG7、 この組み合わせめちゃくちゃやばくないですか。もう分かりますよね、多分この世代の人だったらこの組み合わせのやばさ分かりますよね。この2つの組み合わせピンときた人いるんじゃないですかね。まさに激蔵くんがですね、灼熱の霞ヶ浦で使ってたあの組み合わせですよ。これから伝説が始まってるんですよ。もうこれはね、もうすぐにもうこれビッグベイト16ポンド巻いて、もう今日ね早速投げいっちゃうかな思います。ということでですね、視聴者様、から送られてきました、クリスマスプレゼント、誕生日プレゼント、ちょっと早いですけどね、今日はネタにさせていただきまして開封させていただきました。そしてこれ早速今日投げていきたいと思います。ありがとうございました。以上スペースモンキーズ TV でした。